じゃあ、はい、聞かせてもらおうかな。じゃあ監督の予想、300と帝国の進撃はこんな映画だ。はい、まずですね、悪夢を見て、目を覚ますジェラルド・バトラーの嫁。前作どんな内容だったかっていうのを、うん、悪夢を見るという形で、うん、まず冒頭に説明するんじゃないか。ちなみにその嫁はもちろんその前作で出ているっていう。出ていますね。え、なに300大好きなの？いや全然大好きってなんで言えない。大好きだってなんで言えない。大好きです。俺も大好きなんだよ。で、その、はい、嫁のそばには成長した息子がいるんですよ。だからちょっと時間経ってるんですよね。なるほどね。そう、ちっちゃかった息子が大きくなってるぐらい、2、3時間ぐらい経っちゃったって。そうアホ。ところキラキラ男ですよ。金のハゲ、俺が金のハゲって書いてる。そうその頃キラキラ男は魔法の泉で復活します。キラオがね、なんか泉からなんかふわーって上がってたじゃないですか。嘘だキラキラ光りながらなんか水の中に。俺毎回思ってんだけどさ、俺と監督は何見てる映像が違ったりするの？一緒でしょ。さっきここでこうやって見たでしょ。見たよね。そう、それはこいつは前出てたっていうこと？あ、そう前出てて。出てたの？ひざまずけっつって言ってましたから。好きだね。大好き。再びスパルタを目指して進撃開始します。まずちっちゃい村を一つ完全に破壊しちゃいます。で、その知らせを受けて激怒する息子。はいはい。母はあんたやめなさいって言うけど、お母さん俺は行くっつって、うんうん、母の青春を無視して。ちょっと待って、お父さんは亡くなってる？お父さんはそう亡くなってます。前作で。そうえ、これジェラルドバトラー、はあ、死んでます。役名、役者の名前で。役者さんの名前。役者さんの名前か。そう、あのオペラ座の怪人とかね、やってる人ですね。母の青春を無視して、仲間と突撃。突撃、隣の晩御飯。はい、ここで決めぜり。This is Sparta。 俺たちはスパルタ教育を受けたことがあるんだ。前作であったじゃないですか、このセリフ。 This is Sparta。 ドンっていう。本当好きだね。しかし息子はコテンパンにやられて負けちゃいます。はいはいはい、はい、で、ね、母親のところに息子さん亡くなりましたよ。え、亡くなっちゃうの？そう、旦那やられた、息子やられた、そりゃ母親立ち上がる。海で最終決戦に臨みます。だから母と息子が、あの親父の敵を撃つ話。俺さ、今回さ、結構シンプルな話だとやっぱ思うのよ、俺。すげえ被るんじゃないかなと思ったのよ、その監督と予想、全然違うね。いや全然シンプルですけどね。海での最終決戦、よく見てください。海には母という字が入ってる。あっさりと日本語だから。日本語だからです。であっさりとキラキラ男、帝王をね、倒しちゃうんですよ、お母さんが。旦那と息子の敵っつって、でここでもう一回お母さん決め台詞。 This is Sparta。俺たちはスパルタ教育を受けたことがあるんだ。登場しますよ。そうゆとり世代ですからね。しかしまだラスボスがいるんですよ、キラキラ女。その人出てた？あのね、2人ぐらいは女の人いるなって思ったんですよね。あ、はい、それが実はラスボスで、要するに母と、女王の凄まじい女同士の対決が見れる。女性の喧嘩が一番怖いって言いますからね。そう、今回はそういう方向の面白さを追求してくれるんじゃないかな、しかし母負けそうに なるんですよ、まあ、終わりじゃないの？そうまだあんの？そう、負けそうになったところに息子が参上、はい、死んだっつったじゃん。実は生きていた。母と子で力を合わせて、2対1でキラキラ女を倒す。最後の決め台詞、We are Sparta。 俺たちはスパルタ教育を受けたことがあるんだ。今日はね。というキスシーンないの？じゃあ、お母さんとはキスしないもんね。そんなね、インモラルな内容じゃないですか。母と息子が親父の仇を討つという話になるのではないかなと。父親の墓前にね。そうあの金のやつをドーン。そう、生首ドーンみたいなね。はい、じゃあまあそんなわけでね、他の動画と比べて反応の良かったやつ、楽しみですね。楽しみ。だって監督超好きでしょ。大好き。俺も大好き。全然覚えてない。俺も大好き。全然覚えてないじゃん。え、俺も大好き。
DVD もう一回見よう。いや、そうですね、うん、見ましょう。ブルーレイで ね、うん、はい。じゃあ他の動画も見てください。見てください。監督、はい、今宵も極上の時間が過ごせましたな。そうですね、これからも極上の時間を提供していきましょう。ああ、チャンネル登録はこっち、チャンネル登録してね。してねー。